皆さんこんにちは。今回は眼精疲労を解消して若々しい目元を作っていきます。マスク生活なので目元の印象はより大切ですよね。では一緒にケアしていきましょう。では体を動かして眼精疲労のケアをしていきます。椅子に浅く腰掛けて足を広めに開き、首の後ろで手を組みます。息を吐きながら前に上体を倒していきます。股関節から体を曲げていきましょう。肘の重みや手の重みは頭の後ろで感じながら、頭、首、肩の力を抜いて脱力。息を吸いながら次に後ろに沿って胸を開きます。鎖骨を開き、胴体を伸ばして首の負担を減らしていきます。また股関節から体を前に曲げていきます。頭の後ろで手を組むのが辛い方は頭の上で両肘をつかむ体勢でも OK です。この状態で体を左右に揺らしていきます。体をこの状態で揺らすことで血の巡りが良くなったり、脳のリフレッシュにもなっていきます。また股関節から曲げるので腰痛の予防にもおすすめです。また息を吸いながら上体を起こして胸を開いていきましょう。これを 2,3 回繰り返していきます。はい、いかがでしたか？簡単な動きですが体全体が伸びた感じではないでしょうか。続いてセルフ頭皮マッサージです。眼精疲労により頭皮は硬くなりやすくなります。なので頭皮を揉みほぐし血行を促進しましょう。頭皮マッサージは眼精疲労だけでなく頭皮環境も整えるので美顔にも効果的ですし、顔のリフトアップにも効果が期待できます。では早速スタートします。全体をマッサージしていきます。続いてこめかみ、上に引き上げるようにします。続いて耳の周りのマッサージ、頭皮つかみ、はい、この頭皮マッサージを3分間行いましょう。お風呂上がりに行うとより効果的ですよ。はい、いかがでしたか？頭周りもすっきりしてきて、目もすっきりしてきたかと思います。次は目に直接アプローチです。目には毛様体筋という筋肉があります。この筋肉を緩めることで遠くを見たり緊張させて近くを見たりしています。しかし最近は PC やスマホにより近くをずっと見続けることにより調節肩となり、毛様体筋がずっと緊張状態になっている方が多いです。目も体と一緒で同じ姿勢を続けるのは疲れのもとなので、毛様体筋を動かして眼精疲労を和らげましょう。やり方は簡単。片目ずつ行います。まず片目をつぶり、親指を前に出して親指にピントを当てます。その後それよりも遠くのものにピントを合わせます。これを交互に10秒ずつ行っていきます。近くと遠くを合わせて5セットから10セット行うと毛様体筋のストレッチになります。やった後はとても視界がすっきりします。仕事の合間などにできますので、ぜひ目が疲れたなと思った時はやってみてください。
これで眼精疲労ケアが終了です。いかがでしたか？また目元の皮膚は他の皮膚に比べてとても薄いので、すぐシワができたりとトラブルが起きやすい場所になります。なので目元の専用アイクリームを使うことで、より若々しい目元になります。イマージュのオリジナル化粧品末シリーズ、こちらにもアイクリームがあります。このアイクリームはアルガンオイルが入っていて、しっかり保湿できるんですよ。またポリフェノールの一種のグルコシルヘスペリジンが配合されており、これも血行促進効果があるので眼精疲労にはおすすめです。現代人はパソコンやスマホでね、目を本当に酷使しがちです。ぜひ目元をいたわりましょうね。最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバーイ。